日本一長いローラースライダー日本、平動物園内の案内図アメリカ合衆国ネブラスカ州オマハ市から静岡市に送られた陶製の狸像日本、平動物園は静岡県静岡市駿河区池田にある静岡市が運営する動物園。2005年に直立することが話題になったレッサーパンダの風太の生まれた動物園である。 休園日は毎週月曜日と12月29日、翌年1月1日となっている。開園時間は9時16時30分。料金は大人610円、小中学生150円、未就学児無料となっている。日本一長いローラースライダーが設置されている。ホームページでは飼育日記を掲載している。施設の老朽化が進んでいることから2013年春。 全面リニューアルオープンした。敷地に隣接して、静岡市有形文化財の旧、エンバーソン邸が建っており、駐車場は共通。見学して、動物園に再入場することもできる。屋外放し飼い場と屋内放し飼い場を二つずつ備え、隣接する繁殖棟と合わせ、血統管理園として繁殖に取り組めるようになっている。 様々な角度から観察でき、レッサーパンダが客の頭上を渡る空中回廊なども用意されている。ビジターセンターでは、道園の歴史年表や繁殖症、過去の飼育動物を中心とした骨格標本や剥製が展示されているほか、企画展が模様される。リニューアル第一弾として開館した猛獣舎。一階は北極圏の生態系の展示として、 ゴマフアザラシとホッキョクグマを展示。2、3階では、開園時からのコンセプトとしての比較展示を行い、ライオン、アムールトラ、ジャガー、ピューマといった猫かの猛獣を立体的に観察できる。園内に2つある池のうち、下の池をすっぽりケージで囲った、国内最大級のフライングケージ。中に入って飛び交う鳥を直に観察できる。また、もともとこの池にあった、猿島が、 メガドーム完成後も残され、リニューアル前と違わず、ここでジェフロイクモザルが飼育されている。二つの屋外放し飼い場と一つの屋内展示室を備える。バーバリーシープ社、アクシス自家社、ワラビー社を統合したもの。完成に合わせオグロワラビーがベネット赤首ワラビーに交代している。1983年開館。斜面に作られており、 1>, 1階が夜行性動物館、2階が熱帯鳥類館になっているが、出入り口はそれぞれ異なる。夜行性動物館は、昼夜逆転させた14の展示室を備え、ルーセットをおこもり、レッサースローロリス、ハリネズミ、二指が巻け物、フェネック、フクロウ、土豚、スローロリス、縦紙やまあらし、オオコノハズク、アムールヤマネ猫、ハクビシン、アオバズクが、 展示飼育されている。毎日午後2時半ごろに明かりがつけられ、館内は昼間の状態となる。熱帯鳥類館は、鬼大橋、斎井町、笑いセミなどの熱帯鳥類の個別展示飼育室が6室、通り抜けのできる展示室に冠白向くなどの熱帯の小鳥が離されたジャングル展示室、ソリハシセイタカシギなど日型の鳥の展示室、 メジロなど日本の野鳥を展示する大部屋が二つと、京急展示室がある。天窓が多く設けられ、天然光の下、植物がよく育つようにしてある。オートチェアに乗っていく、お城の衣装を持った、旧爬虫類館を改修したもの。外観はそのままに、館内では着ぐるみを着て、動物の気分で遊べるコーナーや飼育員の仕事を紹介する、リトルバックヤードが設けられている。 生息環境ごとに、口広海満、アルダブラゾウガメなど様々な爬虫類が飼育されている。薄暗い球艦と比べ格段に明るくなったほか、陸ガメの動き回る回廊や、観客の頭上に、大穴こんダのプールを設置するなど様々な仕掛けがある。また、オオサンショウウオをはじめとし、日本産小型両生爬虫類のコーナーも設けられている。 フンボルトペンギンが泳ぐ水中の姿を眺めることができる。開園以来長らくマサイキリンを飼育していたが2014年に最後の個体であるメスのリンが死亡し飼育を終了した。開園10周年記念としてオスのゴロンとメスのトトを飼育開始。トトは1999年7月ブリーディングローンにより上野動物園に移動。動園からは メスの太鼓が来園したが2000年3月5日に死去。続いて、トトの移動後体調を崩していた。ゴロンも2000年7月14日に死去。日本平動物園のゴリラ飼育は終了した。なお、トトは現在も上野動物園で存命である。静岡市立日本平動物園条例。2008年4月8日閲覧。日本平動物園登園について。 2008年4月8日閲覧。有効の赤下ぬ貴族設置静岡市とオマハ交流50周年。静岡新聞。2015年10月30日。2016年3月7日閲覧。ありがとうございます。